モササウルス族は、後期白亜紀に繁栄した海小ウーロコメのモササウルスかモササウルス赤の族。本族の族は、北アメリカ、ヨーロッパ、アフリカ、オセアニアから産出しており、本族の可能性がある化石は、アジアからも産出している。本族に含まれる族には、モササウルス、エレミアサウルス、プロトサウルス、プレシオティロサウルスがいる。 歴史的にはさらに包括的であり、プレシオティロサウルスやリオドン、クリダステスといった一般的には基盤的モササウルス赤に分類される属を含むこともある。モササウルス属は高度に派生した肉食性のモササウルス化であり、そこに分類されるプロトサウルスは遊泳速度を向上させる特異的な適応を果たした属であり、モササウルスは モササウルス科の中で最大の属である。プラトサウルスベンニソニの復元。モササウルス属は、派生的モササウルス赤のモササウルス科爬虫類である。本属には、基地のモササウルス科で最大の種である全長15メートルを超えるモササウルスホフマニが含まれ、他の大型モササウルス属には、全長約8メートルのプロトサウルスやエルミアサウルス、およびモアナサウルスコノドニや、 小型は全長庫から6メートルのモササウルスベアウゲート、モササウルスミズーリ演出などがいる。ラッセルでは、オシーが12本以下であること、頭骨と尺骨が前腕甲の遠位境界において、主根骨により広く分けられることで、モササウルス属がまとめられている。プロトサウルスがモササウルス属に分類された際、プロトサウルスが12本のオシーを持ち、 さらに頭骨と尺骨が前腕甲の遠位境界において手根骨の上でほぼ接していることから、この定義は機能しなくなった。ラッセルはプロトサウルスを自身の輩であるプロトサウルス属に分類し、さらにティロサウルス属のタニハサウルスもそこへ分類した。しかし近年の系統解析ではこれは指示されていない。後に提唱された定義は、グロビデンスダコテンシスを含まないが、 モササウルスホフマニを含む、最も包括的なモササウルス赤の分類群、という系統に基づく定義である。モササウルス属。ありがとうございます。